な感じでした。まきちゃんこんばんは。ビビ可愛いから大丈夫だよ。褒めてくれるのかな。もう今日ね、湿気で髪分かった。フードかぶろう。ちょうどフードがここにあるから。よいしょ。ごまかし。なんかここ汚くない？何があった？何これ？なんかめっちゃ白くなってる。今初めて知った。なんだろう。洗剤洗った時のあれかな。なんかたまに洗うと。黒スキニーとかも白くなるんだよね。ショック。いや、もう一回洗ったら落ちるかな。めっちゃ白くなってる。目立つ。どこまでんだっけ。髪色良き。やったー。でもまたすぐ落ちると思うけどね、これ。多分すぐ落ちちゃいそう。でもめっちゃ変わった。カレーと餃子食べたくなくない？食べたくなくなくないだった。なくなくない？どっちだ。食べたいってことか。食べたい。今日餃子の気分だった。餃子食べてないんだけど今日。でも餃子食べたいなっていう気分だった。それが今の笹の姿。第三形態。見て、爪も塗った。オレンジ。中二病みたい。今。髪色素敵ね。なんかこうやって見るとちょっと明るく見える。あれが笹の髪の毛欲しいっていう点で、いらん。いらんは失礼かな。パンダちゃん、ゆうた、ひななた、やあ、今日ありがとう。今日もわわ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 わ始まる。こんばん。まあこちらこそとってもありがとうございました。楽しかったです。今日もあなたのためにライブをしました。皆さんのためにすごい押し付けがましい。問題ありすぎるぐらいに、問題ある。似合ってる。モッティこんばんは。ケケこんちゃーす。パンダちゃん僕ダメよ。まーちゃん銀髪のささ、銀髪かな。でもなんか濃いグレーみたいな。ナップタイム風邪ひかないように。ありがとう、優しい。そう、本当に本当に汗かいた後にめちゃ雨降ってたから。みんなも風邪ひかんように。いかんぞ風邪ひいちゃう。あんかくちゃん今週の笹に会えればその新しい髪の笹に。そうだよ、会えるよ。多分すぐ色落ちちゃうから。髪色かっけーかっけー。キリ。でももう一回洗ったらどんな色になるかな。でもこれ本当はもっと本当に銀色みたいな感じので染めたんですよ。全然ならんかった。カマラがヤッホー、イエイイエイ。まさに笹さんはクールビューティー担当。しかし口を開くと意外とそうでもない。意外となんかライブしてる時とかだとピョンピョンしてる。テンション上がって。ライブの時は精神年齢が下がってしまう。あった、こんばんざい。あった。しかちゃん6月から放水から調理場に。あらら、大幅なジョブチェンジ。でもあれ趣味での放水は続けるの？ぬいぬい。調理場一気に変わったね。パンダちゃん、お先におつささん。カムラグ、こんばんざい。かくちゃん、ショック。
タイムショック懐かしい。タイムショック、あれまあきっと落ちる落ちるこれね。GTR こんばんざい、水パパ、さあちゃん、クロモンこんばんざい。今日なんか顔でかい。かくちゃん第三形態その姿になれるなんてさ、大体どこまで進化すれば気が済むんだ。無限、限界突破してくから、どんどんレベルマックスになっても限界突破していくんでね。そらー今日もありがとうありがとう、感謝来てくれた。今日は笹川おっさんと会えた、嬉しみ。ミコかわいすぎて問題でーしでーし。チュンディ欲しい、あ待って、投票モードにしてないじゃん自分の。バカ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 、その色での撮影会楽しみやわ。多分何日か後にはもう落ちちゃうかもしれない。ネイルもいる、いい、いい感じですね。オレンジです、なんとなく。自分よくオレンジリップ塗るのでそれに合わせてオレンジオレンジチャイーン、バージョンアップ。ネイル全然しなかったんですけど、ちょっと細部まで綺麗になろうと思ってしてみた。ビビ綺麗です、やった。ガクちゃんイケイケっすね、イケ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 です。のびーぬ上越新幹線のびのび駅、それは如月駅みたいな感じのじゃない、のびのび駅どこの次なんだ。ハリー島田さんと、あーそうレナも今日これ着てたの、ちょうど私服でおそろだってやってた。カモラグラジオ楽しかったですね、ラジオ楽しかった。みんな聞いてくれたかな。ひな今日のクイズ誰でしょう、もしかして毎日別人の推しメンで同じ日など一度もないってそういうことそういうこと、そう毎日雰囲気違うから。推しメン髪ふわふわだったり髪色変わったり。かくちゃんレニー懐かしいね、明日もその次のライブもレニーだよ、めっちゃレニー尽くし。15日、明日おるかな来れる人。ナビ駅にはアルベックス PP のブースターさんがたくさんいるし、試合あった、あーそうなのか、長岡で HK こんばんは、髪色変わったのぞちゃん、うんふん。さちゃんのお顔は小さいよりね、いやいやバグってるバグってるよれるあー一緒き溢れてる溢れてる溢れてる、ドゥドゥドゥ、信頼のリリシズム。髪色が天才だった、いや髪色ももうね天才。何言ってんだすぎて日本語出なかったしかし落ち着いたらやるかも、やりたいことありすぎて手が回らないかな。やりたいことがあるのはいいことだ。激眠ファイナルベッドにすやすやドリーム、すやすやドリーム。さのクールビューティーが止まらん、まだまだ止まらん。ウォーターシンフォニー背景撮りたかったね、あーあれその時間やってないんだっけ、
オロチかん、その髪色も可愛いですね。オロチ見に来てくれたらよかったのに、直接。そうなんです、多分毎日色変わってくからね、洗ってったら毎日どんどん落ちてったり変化してくかな、かな、かな。え、自分さ、前やってたさ、鬼滅の刃のあのカラーワックス塗るとなんか緑とか色ついたりするやつ、あれもまた塗りたい、やりたいなって思って、たまに突然緑になったりしてるかも、髪色。あれ、いろんな色遊びたい。ヒロキ、リマさんと仲良くてほっこりします。ほっこり。確かにリマササササリマは結構よくあるからね。写真はあげてなくても結構一緒に帰ってたり、ご飯一緒に食べ行ってたりとか、結構そういうこと多い。リマササササリマ。結局ウマ娘の声優スカイって娘、金髪だしさっさんぽい。声優スカイどんなやつだっけ。あ、でもそれなんかコスプレしてって言われたんだよな、確かその子。なぜちゃん髪色素敵、やだ、なんかよくわからん。まあでも今光当ててるからなんかちょっと青っぽい、濃いグレーっぽい、光当たってないとなんか漆黒みたいな感じ。何色なんだ。ひらパパこんばんざーい、よしき、さささささささーん、髪色すごくかっこいいです。ほんと、みんな褒めてくれるじゃん。でもマイカとかもね、そう今日褒めてくれた。というかマイカは今日お顔も褒めてくれたんだけど、マイカはきっと薄メイクが好きみたい。マイカめいちゃん推しなんだけど、めいちゃんもうめいちゃんのこともあのカラコンしてなくて、メイク薄い時の方が好きだし、だからきっとマイカは薄いのが好きなんだ。誰でも。なんか今日な、自分メイク薄い、いつもより。アイシャドウ全然してないからかな。光るおつささん、ナビ、あーそっか、 RBBA の方も長岡なのか。ほら、今日はメンツ的にも行きたかったけど行かなかった。行けなかったじゃなくて行かなかったんだね、選択をした。なくちゃん、レニーにささいるならいるよ。明日もう17日もいっぱいいる、ずっとレニー。アルコ&ピース平子の毎日浮気論みたいなこと。毎日別人推し面論。マリさんこいつです。やってません、何もやってません。たくま、パパ好きが溢れすぎて撮影か構図がまとまらない。いいよ、ささがいい感じのポーズするから飛び跳ねとく。星配ってきました、タデヤマ、おけり。パーカー女子のささがけ、パーカー好き、気がち。シカちゃん、さっちゃんとバンザイジャパンに刺激されて、わいも人を笑顔にできること、素敵や。一緒に頑張ろうな、俺たち仲間。まあ、いろんな髪色見たい、いろんな髪色、毎日変わってるかも。あ、そう、昨日コスプレ写真を撮ってた。なんかちゃんとコスプレしてスタジオとかでコスの写真撮りたいんだよな。
誰かに撮ってもらって、自撮りとかじゃなくて本当はね。お肉にこんばんは。鬼滅のカラークスね、売ってないのかな。もともと自分が持ってるやつがあるんだけど、あた、いろんな髪、色の髪の毛のシャちゃん見てみたいっす。いろんな色でも、そう、今カラーワックスとかいっぱい出てるからね、それでチェンジできる、自由自在。シオンくんこんばんは。ヒサだ、ヒサ。ケッケ、声優スカイのコスプレしてたの、あ、ケッケか、ケッケに言われたのか。そう、メモ、コスプレしたいなリストがあるんですけど、笹川のメモに、そこに加えてた、ちゃんと、うん、覚えてる。ハゲキング、笹の葉、サラサラ、うん、サラサラ、ツヤツヤ。歯並びはええからな。キラーン、つたかかかけ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 。あーわ、おはようございます。生の浮き輪がね、生浮き輪、勇気口もあんなかった、バカだったね昨日。ありがとう、久々に顔見れた。みこささまら配信見たから、我が人生に一片の悔いもなし。ラオ、甘酒こんばん。17日いるのライブ。シオンくん、なんか久しぶりに来たらピカチュウ、そう、ピカチュウね、いっぱいいっぱいいる、みんなピカチュウになってる。ほら、ち、薄メイク、ええやん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 。え、薄メイクがええ、いつも多分なんかもっとアイシャドウしてるんだけど、今日は全然してない、正直時間がなかった今日。なおくんこんばんざーい。みこ、薄メイク、笑顔が一番のメイクです。みこ、オロチ前売りの発売終了が早かったし、あー、まあ確かにね、雨降ってた、めっちゃ超雨、え、帰りどんどん強くなってってた。レニお祭り公園行こう、嘘、そっから、そっからか、結構前だ。あーは後方で緑ぶん回しました。ぶんぶん、どれでも緑見えてた。浮世和歌、浮世和歌好き。レニーの住人、いやもう本当にね、今日みんなこのまま泊まっていきたいっていう話をしてた。飛び跳ねないで、飛び跳ねる、じゃんじゃんじゃん。コーデリクエストどうしようかな、そんなものな、あ、そうだ、考えてた、そう、どうしようって。毎日髪色変えたら丸々アイドル、え、何丸々アイドルって、何アイドル。コスプレ写真撮ります。ああ、ちったり瞬間シュッとスマイル、そう、ひまわりりんりんさよちんマウが見えました。そうなんだよ、瞬間シュッとスマイルお披露目したとこだもんね、初お披露目。懐かしい、もうあのワンマン時の光景なんか未だにはっきり覚えてる。でもすごいずっとバタバタしてた、あのワンマンの時、2017年11月24日千人切り、すごい上手も下手も使えたりしたから、もうなんか上手からはけて、で急いで着替えて下手いいんでみたいな、なんかすごいバタバタ、裏側バタバタしたの覚えてる。めっちゃダッシュしてた。それパンダパーカー、そう、パンダパーカー、ライブガールズジャパンさんの、あ、ジャパニーズアイドルトレーナー、そっちは持ってるんだ、すごい、コンプ。Life Idol is not dead。 これはそれ書いてないのか、中国語。 From the underground to the overground。
まあ毎日買ってたらさすがに髪の毛心配し始める。いやそれこそ、そう今日服部さんにハウルみたいだねって言われて昨日まで金髪だったけど今日突然こんな色になってるから、そうハウルかもしれない。わへネロこんばんざーい、今日もかわいい。仕事依頼すればいいですか。え、何の話。ジャパニーズアイドルトレーナー写真だけ見たとき T シャツかと思ってた、実はパーカーでした。裏着もこれあったかいんだよね、1枚であったかい。ユーマー今日いた、かっこいい髪色になったね、こんばんざーい。キラン、ガクちゃん綺麗だな。心の声が、ガクちゃんの心の声聞こえた。ピカチュウテルジじゃないのか。これね実はねピカチュウだったんですよ、テルジと見せかけて。テルジこんな尻尾長くないもん。あった、ニコが尊すぎるんですけど。ニコガクちゃん明日はさすがに晴れた青空じゃなきゃ世界、破壊戦といって怖い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 。あ、まあ、朝日のバージョンそうだよね、自分も見たい本当に。ユーミに立ってほしい主人公。しかしフォーメーション決めるのは私には決定権はないからあれだけど、見たい。きっとユミカンパニーさんもそう思ってることであろう。シオンくん最近木曜日と日曜日が休みだからそれ以外の日は早く寝なきゃだから、うん、来られなかった。ん、今日水曜か、じゃあ明日休みなんだ。ハゲキング最近トレンドになった借金アイドルかな。え、あれめっちゃ面白かったずっと見てた。債権者様、ガクちゃん春夏秋冬スマイルいい曲で思い出の曲、あの時のまま。え、本当に千人切りをもう一回やりたい。自分の記憶にもすごいめっちゃ残ってる。え、今までのワンマン全部もう一回やりたい。このあ、この服はもう売ってないんですよ。そう、一時期しか期間限定で販売してた。またなんか再販とかあればいいけどね。キムタク？あ、ハウルって言ったからか。デン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 。ガクちゃん人生初のワンマンライブ。え、人生初だったの？ガクちゃん人生初。そう、バンザイジャパンとしても思い出の地なんですよ。その当時今までで一番大きい会場でやったワンマンライブだから。でも今でも知ったが一番、あ、最大級クラスかな、今までやったワンマンで一番でっかいのかな。うわー、服部さんそりゃあの時のハウルは怖いえ、そう、そのハウルみたいだねって言った時メルも一人でって反応しててハウル、え、でもそう、ハウルのコスプレもやってみたかった。いつばば仕事いる、あー、それか、コスプレ撮る。いまだに千人切りが至高の、え、本当にね。この前 DVD 再販されたけど、もうあのライブをもう一回やりたい。今新しく最近というか、まあ、ここ数年でファンになってくれた方々にももう一回それやってお見せしたい。
月闇のおじさんからお揃いにしようと釣られたので買う予定はなかったけど、おーまんまと買っちゃいましたね。お揃っちだね。でもね、バンザイジャパンメンバーとか、あと他のグループさんとみんなとお揃なんですよ。ガンミチュー、あのまんまあったからバンザイジャパン大好きになったし、うん、そう、どんどん好きになってくる。なんかここ来たの、ケバケバや。りょうへいかわいい。ハッシュタグいい笑顔。パンダパーカー冬場めちゃくちゃ着てた。ジャパニーズアイドルトレーナー、あ、一昨日届いたばっか、まだ未開封。あれもあったかい、あったかわいい。あ、今のさ、さすまい何ですか、癒されかい。お、なんで煽ってるん、ガクちゃん。よしポンだ、こんばんざい。え、よしってよしポンでね、こんばんざい。18日総延期になっちゃったんだよ、印刷坂は。でもコマとなんかできる企画をやるつもりでいる。クニ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 、久しぶりじゃん、個人配信来てくれんの。クニクニしばらく会えていない。フルニーこんばんさ、さてってれー。フルニーも今日来てくれてた。ヒカル今度は2000人切りかな。でも本当に5000人ぐらい呼べるようになりたい。今までのワンマンやったらオタク戦争始め、なんで。しゅんくん最近推し、ゆみちゃんの影響で推しの大好きな曲かな。うん、スタートは本当にいい曲、自分も大好き。てん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 、伸びぬ家に着いた、こんな時間に帰れるとは。サチマリアとか遠い面がまだ家に着いてない。あー、どうだろうね、そろそろ着くぐらいかな。今何時、10時。そうだね、そうなんだよ。マリアとかすごい、本当にいつパパあの時みんな、そう、まあ今でもずっと必死だけどね。でも今より、今よりメンバー少ないね、少なかったね、あの時は。学生人生全て変えてくれたのはバンザイジャパンとさ、さ出会えたおかげ、人の人生変えちゃった、いい方向に変わった。ああ、声出しも OK だったからめっちゃ思い出した。メンバーもそうだし、オタクもあの時のメンツが戻ってきてほしい。みんな、そうだね、今まで好きになってくださった方も、今結構いらっしゃってない方もね、いるからね。元気してるといいけど、たまに前来てて最近見なくなっちゃったなーっていう方、時々あの他現場、他のグループさんと一緒でそっちに並んでたりするの見ると、はぁってなる。でも元気、元気そうでよかったってなる。私のシオン君、あちさんかまま、グループ名伏せるけど場所は中野サンプラザで、ブラザーアトムさん、どこのグループさんだ。最近米田舞ちゃんがツイートドキドキしてるの見てウキウキしてる。ウキウキ。米田舞ちゃん毎日なんかあのその日のなんとかの日みたいな感じのツイートしてる。リフトとかやりたい放題やったのもあの時が最初。うん、やりたい放題リフトね。ナーシーこんばんざい。ヤクちゃん千人切りママがそんなに大変だったのが、それをいけた、ラッキー。なんかあれ待ってたね、一番最後コンサートでよくあるボールポーンみたいな。 Bluetooth 搭載の DVD レコーダーあるみたいだから、おお、スマホで、すごい、スマホで見れる。5000人はすげえ。5000人、いや5000人1万人呼べるようになりたい、なる、このグループは。
私の中でさ可愛いというよりかっこいいって感じ。お、それでいいよ。そのまんま行こうぜ。いいです、パパ。昔のタグが今のちゃんに我慢できないでしょう。そうの、まあ、人によりけり。かくちゃん好きな曲はパラレルサマーサマールになってるパラレルサマーとオーエドパレード。うーん、そうなんだ。意外とガクちゃんの好きな曲初めて聞いたかも。パラサマ好きなんだ。テレレレレテテテレレレテテ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 テ。うん、パラサマいいよね。オーエドも好き。キッさんこんばんざーい。あんはあおらみさんの1周年記念ライブの対談で。あー、え、ナンバさんめちゃくちゃ顔もはっきり覚えてるよ。うん、確かに最近パンツジャパンいらしてない。そうそうそう、笹尾深い懐かしいナンバさんめちゃニコニコした顔がトレードマーク、トレードマーク。タラマル、いつパパ毎日みね、みんなであそこの空き場んとこ。ヤクちゃんいい方向どころか幸せ2パー。オロチ DD ですんません。え、でもそれだけあれだよ。なんかこの前ツイッターとかで見た、人のいいところをたくさん見つけられる人だって。あ、ミャンさんとかね、彼がいなかったら今の BJ のミックスの流れは、あーね、なのかな。じゅんや、ふんふん。ふんふん、秋葉でコマさんの、あ、コマもら、コマからもらって知ったのか。うん、金手銀手あった。そう、そういうのまたやりたい。うん、コロナ落ちてたら万歳ジャパン行くよ。推しのこと優先はするけど、ささにも、え、来てくれんの。でも推しちゃんに、推しちゃんとたくさん話して、弓ゆっくりのんびり、うん、お茶飲んで待ってる。さっさは全然後回しでええから。リズパパ、あのボールポーン誰かステージ向けて飛ばす人いて大変だったステージに飛ばさせない食い止めるそっちに集中してステージ見れなさそうなんだっけ、アンコールの大和なでしこの時にボールポーンしたのかだよね。一番最初に大和やって、でアンコールでも大和だった記憶確か。たまに笹だけで300集めたい。え、300、ああ人の話かね、本当にそれぐらいになりたい。今の自分全然なんか非力すぎるから。でもそんな中でも来てくれる笹川推しさんとかもいて、もうその人たちにすごい支えられすぎている。最近自分の無力を痛感している。なんか自分ってちゃんと進めてるのかなって。ずっと活動し続けててもライブを繰り返してもなんかいろんな人にもっともっと一回のライブでいろんなたくさんのファンの方をつけないといけないのに、きっと全然他のみんなに比べて毎日やる気はあっても進めてないんじゃないかと思って、っていう突然真剣モードに入ってしまった。すごく痛感している。ヒカル頑張ろうね、これから見守る。うん、顔かわいい。うん、見守ってて。ビコ、わし金曜まで地上勤務だから、地上土曜から地下に潜るのかな。寝るでー、おやすみ。
まあ髪色変わってイケメン様した。でもそうなんよ、本当にそうなんよって、なんか自分であれだけど、髪暗くなるとなんか男の子みっぽくなる。かくちゃん放課後もいいです。うん、そうで、この前ね、やっと2回目をね、3年半ぶりの放課後メビウスやっとやれました。チュンティクランパス、今日無失点で9試合連続無失点。すごい、ずっと無失点はすごいね。シャン君、去年の2月2日から県外に出てない。去年の2月2日ずっと。ワーはできなくても県外の空気に触れたい。そうだよね、出たいよね。ん、住んでるの、あ、大阪の方かだっけ。ひな、好きなところたくさん見つけるのは得意だな。な、好きなところちょっといっぱい見つけて、褒めて褒めて、モチベ。ハゲキング、令和になってから県外に出てないけど、やっぱそういう人多いよね。全部コロナのせいだ。ナビ、野外大好きオタクなんで、今年こそ野外でパラ様。今年の夏は、あそこね、メンバーコール、なーだらなーだらんっていうとこで、いつもパステージ見れなかったよ。あ、やっぱヤマトだよな。あ、エンディング映像でのバーでもミックスされたら、最後までわき散らかした。ヤマトで始まり、ヤマトで終わった。そうだよね、懐かしいな。チャララーチャラララッ。ヒカル、去年の4月からどこにも行ってない。なんなら1年くらいみんなの近況を見てない。近況、ヨミちゃんに話しかけられなかったらバンズジャパン。すごい、よくぞよくぞ話しかけてくれた。月読みさん目当てだったから。月読みさんずっと前から一緒、よくライブしてる。あの、その前身のグループさんだった時から。あ、オープニングのヤマトのひまじゅりー、そう、もう本当にあの幕が開いた瞬間、もう自分もめっちゃ感動してた。ゆずパパ、ほんま笹尾さんライブ行ってくれて、いや本当にありがとうございます。とても支えられている。パンダちゃんおかえり。26日、あら入院、頑張れ頑張れっていうのか正しいのかどうかわかんないけど、わいも名古屋頑張ってくるで。一度ライブ後の楽市楽座に参加してコメントで絡みつつ現場、でもたまにそう現場に5つコメントくれる人いる。おおるやんけーって。ああ、さっさーさんめっちゃおるやん。アイドルさんにも一目で惹かれた、言わせるぐらい魅力的だと思うしね。だといいんだけど。さっさーさん最近会えてない方も多いからさ。安典こんばんは。ガクちゃん明日の仕事準備、お先、おつー止まらん。まあ、最近可愛いと思うことは多かったけど、一気にかっこいい出てきた。立ちます。知ってる。すーナビ、正直オタクも余裕なくなってて、いわゆる DD さんが現場絞ってるのは実際にあるから、新規捕まえるのも、確かにそういう、いやそうなんだよね。みんな本当に結構さ、コロナ禍でさ、カツカツだったりとか、なんか来てくれたりする人本当すげえやって思う。
本当に感謝が止まらん。自分もそういう方にお返ししたいんやけど、できてるか。水パパパラ様で出たドイツ語3連。じゃあ私はまだ天童市の茨城だった。全然違った。あ、じゃあ初めて聞いたかも、茨城な。最後の時は元月読みのおじさんの生態メトで秋葉か。あ、自分元月読みさんの月のまこちゃんと結構仲良いをさせてもらってたんだけど、元気かな。安則色シルバーを超えた超えてグレー。みこ足ら運転してる時間長いから地面に足ついてる時間。ああ、なるほどね。地上勤務からツイッターね、正直見る気力がなくてアプリ。ああ、でもさっきコメントくれたよね。ひな、さちゃんの本領は実は深いところにあるから、もっとさっさが発信していかねばだしゅう。ねばだ。いかねばだ。ん？ねばだしゅうって実際にある？おつ、まあこちらライブをしていただいてる立場していただいてるという姿勢は何があっても崩さないさせていただいてる。水パパささのいろんな表情を写真に収めたいわね。やべ、そろそろ終わろう。10時超えた。そろそろ配信終わる。水パパ平日人権ないもん。シオン君そのドッキリ、ゆうみちゃん大阪人だから絶対によく対応してくれるはず。うん、ちょおるやんみたいな。ちょなんであんたそっちからコメントしてんのみたいな想像ができる。シカちゃん将来的に沖縄東京か毎月すごい、毎週ライブ見れる。すごいな、沖縄東京間って結構じゃない。水パパできてないと思っているんか。めちゃもらっとるで。パーパンダちゃん精神的にギリギリになってしまって辛すぎてささとレナの配信同時視聴しないって。おー、いっぱい泣けるうちに。茨城県と大阪の茨城、あ、それはそれは大丈夫、わかる。懐かしいの。そう、まこちゃん、まあ知られてて、テルジ日々伝えててよかった。うん、いっぱい伝えてくれてるからね。ああ、昨日たまたま牛くんと成田さんとも、あ、出た、ドカ食いの民ドカ食いチーム、ドカ食い。うん、そうだったのね。だからメンタルがやっと戻ってきて、うん、よかった、メンタル戻って。そんな時もある。しゅんくん、うちの推しは、あ、船岡くるみさん、それは確か前聞いたなね。くるみちゃんメイド喫茶であったのイベント。しかし、おつささー、ああこの間神田明神ですれ違って、うん、そういうのにも申し訳なかったので、これってよかったっつった。ですので今更なんか連帯編もラジコで、おお、聞いてくれた、ええやないか、ええやないか。毎週やるからね。ささが次はいつ出演になるでしょうか、お楽しみに。からまたね。カマラくん、ネバだと聞くと UFO かな。え、それ矢島美容室思い出しちゃう。ドゥン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 。おつささー、パンナちゃん。のび、おつささー。さち。
ひな、おつーん。ああ、ずっと行けてなかったし、こないだのもリビングだから。ああ、でも会えただけで嬉しいと思うよ。確かにそうだ、リリーベ。オロチ、お疲れ様でした。まあ終わっちゃう。名残惜しい。よかった。あの、今日のチェキずっと持ってて。お仕事頑張れるチェキ。オロチ、もやしみやさい。リズパパ、お疲れ様。ね、今日見れたね、ちゃんと。今日はいつもと時間ちょっと違ったから。なんかおつささのび、たまにはゆっくり寝ておくれよ。あ、おつさわ、やすのりお疲れじゃん。しんご、お疲れ様でした。明日は早いですが15時30分から16時までなんと30分枠ライブです。トップバッター、来れる方お待ちしております。うん、泣いちゃう。